皆さん、たまです。この動画ではアニメゆるキャンシーズン2第10話前半パートの考察を行います。今までの考察動画は概要欄にリンクを貼っていますので、よかったらご覧ください。この動画にはアニメゆるキャン1期2期、そして漫画原作のネタバレが含まれますのでご注意ください。2期第10話前半は漫画8巻第43話下田まであとどれくらい、第44話エビとキンメと犬の島の一部が原作となっています。それではこの動画の内容です。ノクルルート、リンちゃんルート、それぞれについてまとめていきたいと思います。まずはノクル、ワゴン車の旅についてです。朝、鏡原家まで日産ラフェスタに乗って迎えに来てくれた鳥羽先生たち。先生が迎えに行った順番についてですが、先生はおそらく本栖高校の近く甲斐常盤駅近辺に一人暮らししていると考えられるので、身延線沿いに南下して迎えに行っていると考えられます。すると最初は裸島駅が最寄りの犬山家、大垣家、続いて甲斐大島駅が最寄りの斎藤家、そして最後にうつぶな駅が最寄りの鏡原家という順番だと考えられます。何気ない座席順ですが、迎えの順番通りにそれぞれが埋めて座っていってるということですね。また小学生のちび犬子と精神年齢同じな女子高生のなでしこ、鳥羽先生と精神年齢同じな女子大生のさくらさん、この2つのやり取りのおかげで実際以上に鏡原姉妹の年の差を感じてしまいます。ということで部長の千秋からジオパーク巡りと伊豆の食材をキャンプ飯で味わうのが目的と発表されます。ちなみにアニメでは描かれていませんが、漫画ではジオパーク巡りのアイデアはちび犬子の発案となっています。クリキャンぶりのグルキャンが楽しみすぎて眠れず、熊のすごいなでしこ、あかりちゃんにも今日は寝かさないぞと宣言しますが、数秒でフラグを回収します。2期第4話でランタンを買った時といい、なでしこはフラグを立ててから回収するまでのスピードに定評がありますね。そしてオープニング、2期のオープニングは今日のためにやると言っても過言でないシンクロ率ですね。ただなでしこの寝ているタイミングではりんちゃんと一緒に走ってはいないので、このオープニング通りの場面は実際の伊豆キャン時には発生していなかったりします。ということで爆睡なでしこの写真は加工してりんちゃんに送られてしまいました。えなの写真加工スキルめっちゃ高いし面白いですよね。ということで城山、道の駅余り越え、川津七だるループ橋を進み、川津桜祭りの渋滞にはまりつつ下田を目指します。わさびアイスを食べた余り越えは石川さゆりさんの名曲で有名なあの余り越えですね。ちなみに河津桜祭りについてはコロナの影響もあり今年は開催されていないとのことです。いや来年は開催されたらいいですね。またゆるキャンの公式ではエンディングの佐々木恵里さんが松任谷由実さんの春よ来いをカバーしたゆるキャンのミュージックビデオが公開されていますが、いや涙腺崩壊レベルの感動ビデオでした。 URL を概要欄に貼っていますので皆さんぜひ見てください。ということで以下今回の可愛すぎるシーンをまとめておきます。個人的にはループ橋で犬山姉妹が楽しんでいるところが仲の良さも伝わりツボでした。2期第2話でイニシャル D 状態になっていた元日と違い、今回は楽しめてよかったですね。もし車で隣に座りたいゆるキャンキャラランキングがあったとしたら、なぜとは言いませんが犬子がダントツの位置になると思います。続いてはりんちゃんの原付の旅についてです。水曜どうでしょうよろしく。原付の旅を満喫中のりんちゃん。おせざき、ジャイシ峠、竜宮窟を経て一足先に下田に到着します。ちなみに気になって調べたんですが、おせざきの上池は海に近いところにあるのに淡水の池だそうで、淡水魚の鯉が普通に生きれるみたいです。いや不思議ですね。りんちゃんは鯉に餌をあげようとしますがケースごと落としてしまいます。このケースはモナカでできているそうなのでポイ捨てにはなっていません。また個人的には竜宮窟がすごそうなのでいつか行ってみたいですね。ということでノクルメンバーよりも先に黒船来航の地下田に到着したりんちゃん、足湯に浸かりながら一休みしています。海にある鳥居が好きとのことで、2期第2話元日の初日の出を見た福出海岸や第3話初日の入りを見た弁天島のことを思い出してそうですね。
ということで、最後は合流後のランチシーンについてです。なでしこを起こす際に、丸々2日間寝ているうちに伊豆キャンが終わったと嘘をついていじめる犬山姉妹。犬山姉妹の嘘をついている顔となでしこのリアクションが面白すぎでした。ランチに来た金目鯛バーガーは、道の駅開国下田のラーマルというお店の下田バーガーがモデルだそうです。前から食べてみたかったんだよね、もう思い残すことはないよと美味しそうに食べながら話すエナ。アニメ2期第1話、元日の予定をみんなで話すシーンで金目鯛バーガーについて話していた伏線が回収されました。ということで、それぞれの回ってきたところを報告し合いながら前半は終了です。ということで、この動画の内容は以上です。ゆるキャンシーズン2は各テレビ局や動画サイトなどで見れますので、また皆さんと感想などを共有できたら嬉しいです。ということで、本日のまとめです。この動画が少しでもいいと思った方はチャンネル登録、いいね、またはコメントなどしてもらえると嬉しいです。最後までご覧くださって本当にありがとうございました。